はい、やっていきますよ。これは、普通に戦っていいのかな？あ、弱い。HP とは、オリジナルのボスのままなのか？もしかして。多分、それっぽいよね。このパターンでね、倒していって、最後、ラボスなのか、よくわかんないんですけど、歴代のボスの戦闘モードを倒していくんでしょうね。多分、能力も、そのね、オリジナルの、ボスに合わせた能力なんで、全然攻撃がね、効かないんでしょうね。だいぶ強くなりましたからね。じゃあまあ、この辺はね、時間かけてもしょうがないんで、もうサクサクとね、倒していきたいと思うんですが、攻撃が効かない。じゃあ魔法使ってみますか。魔法だとどうなるかな？一撃じゃ倒せなかったね。やっぱ魔法じゃなきゃダメなのかな？なんかそれっぽいですね。でもまだ序盤のボスなんで、HP はそんな高くないと思うんですよね。これで倒せるんじゃないかなと見てるんですけど、どうでしょうか。いけましたね。ああ、こいつか。こいつか。こいつのね、シャイニング。どうでしょうか。回復しちゃったね。まあでも全然物理効きますね。じゃあこの辺はもうサクッと倒してしまいましょう。MP バスター、MP を奪い取る。ああ、そういえばこんなことやってきてましたね。一応回復させとこっか。はい。行きましょう。ここもね、ただひたすら殴りましょうかね。まあ MP は、ちょっと節約できるところは節約してね、使うところは惜しみなく使っていくって感じでいきたいんで、まだか。徐々に HP 高くなってきましたね。まあでも、この当時に比べれば全然今はね、強くなってますから。こいつは、放電するやつだったっけかな？確か。どうだったかな？なんか、雷属性？天の属性で防御力を下げるとかそういう感じだったと思ったんだけど、あ、やっぱそうですね。どっち見やすいですか？こっちでいいですかね。まあ、そろそろ落とせるんじゃないかなと思うんですけど、落とせたね。次は？魔王ですか。確かバリアチェンジしてくるんですよね。物理で押し切れねえかな。どうでしょうかね。あ、ダメだ。ダメージが出ねえ。いや、火属性はいないんで、グランドリオンで、ね、弱らせることできたと思ったんだけ
うん、やっぱそうだね。炎属性ないんですよね。シャイニング効くかな。どうでしょうか。ああ、ダメだ。回復されちゃった。まあ、でも次、いいんじゃない？ああ、でもこれでバリアチェンジしちゃうかな。ああ、しちゃったね。くそ。天の属性に変わるまで。天の属性に変わるまでエイラで攻撃して、変わったらすぐさまシャイニング入れたいなと思うんだけど、ダメだ、来ない。これはメイかな？メイ属性だね。どうかな？天の属性来てくれればいいんだけど、来ない。これは水属性だね。オタナで。この辺めんどくさいですよね。うん、そんなダメージも出るか。またメイかな？またメイだね。剣の属性来い。ダメだ、火属性だ。すんげえ戦いにくい。能力的には全然ね、高くないんだけど。来た！よし、じゃあ、シャイニングかましてしまいましょうか。カレルはね、ちょっと、回復させまして、シャイニング、エイラはもう何もコマンド入力しません。いけ。どうだ。いいね、いいね、いいダメージだね。もう一発いったれー。いいね、いいね。ラボスの攻撃モードが変化する。あー、こいつはね、先にアザーラを倒さなきゃいけないんだよね。確か魔法だったっけかな。シャイニング一発ぶち込んでみますけど、どうだったっけかな。うん、やっぱそうですね。そう、物理はやっぱ効かないんだ。じゃあもう一発シャイニング。どうかな。いっけー、よっと。アザーラブレイク HP が減った。倒した、倒したね。これで防御力が下がるんだったっけかな。いや、下がってない。あれ、どうするんだったっけ。魔法を聞いたっけ。あ、防御の時は使うために、あ、そっかそっか、そうでした。 OK。三段キックと、一体だったら乱れ切りに変えます。あ、カウントダウン始まった。なんだったっけかな？なんか強力な攻撃が来るんだったっけ？どうだっけ？
じゃみまり。OK。もうだいぶ削ってるんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょうかね。うん、よし。まだか？ああ、こいつか。よーで、こいつ強かったよね。一発シャイニング。両、このね、両腕のね、攻撃がえらくきつかった気がしましたけど、もうあの時の俺たちじゃないぜって感じですね。シャイニング、確かね、ハヤブサ切りで倒したんだよね。ハヤブサ切り、これだね。どっち強いかな？シャイニングと、ハヤブサ切り。ちょっと使ってみましょうかね。いけー。あ、強い。うん、もうやっぱね、かなり成長したということですね。もはやもう楽勝ですからね。いけー。いきますね。よし。お、これで本領発揮というところですかね。ちょっと怖いので、まあ回復しておきましょうかね。まあこの辺は惜しみなく全開まで。よーし、行くか。HP はまあいいか。これが最終決戦なのか？そういう感じでもなさそうな。よくわかんない。わ、やっぱ強いな。もうね、首がね、すごいですね、この乱れ切りの。乱れ切りをかましたラボス、あの顔っていうか目っていうかね、飛び出そうですよね。オッケー、いったれ。1500でしょ。1500、乱れ切りで1600ぐらいってことは3000、少なくとも3000ぐらいはダメージ与えてるってことだよね、言ってたんでね。あ、間違った。大体の HP 計算できますよね、それで。OK。強いね、やっぱ。よいしょ。やっぱ、ここに来てね、カエルの技がね、ちょっと火力不足っていうか。まあ、カエル落としでしたっけ？あれも強いんですけど、HP がね、だいぶ追い込まれてからでないと。お？そうなんだ。顔はなくなって、殻が残りましたけどね。これ、ラボスの殻、中身まだ元気。中身があるんですかね？うん。ここが中身ですか？多分このゲートは元に戻るのかな？薄気味悪いところだぜ。魔王女より起爆趣味だ。ラボスの匂い強くなる。おそらく次が本当の最後だと思うんですよね。まあ、このダンジョンがどのぐらい続くかわかんないんですけど、まあ、セーブポイントもあるんで、どうしようかな。動画切りますか？ちょっとね、短い動画になったんですけど、うん。そうですね。
もう終盤なんで、本当の最後の最後なんで、だと思うんでね。とりあえず動画切りますか。じゃあ、ここまでご視聴ありがとうございました。次回いよいよ最後の動画になるのかな？どうなのかな？わかんないですけどね。よかったらね、次回も見ていただければなと思います。それでは皆さん、さようなら。